いやいや見えない。いやあのさ、何？ボケ2人だとする。あ、そうだ、ごめん。何やってんの？分かった。エラちゃん何やってんの？はい、というわけで。はい、皆さんこんばんは。お待たせしました。はい、はい、では自己紹介したいと思います。最初に、ルルルル森中和樹です。イエーイ。そして畑原えらです。はい、ということでですね、今日は2人で 3D コラボしたいと。イエーイ。映してあげて。イエーイ。映してあげて。ほんと下品。みんな楽しいんだよ。え、久々の 3D。 いや、動くのさ、ほら楽しいよね。壊なきゃいけないでしょ、私。私も実はそっち側だからさ、やりたいんだよ。早く上に書いてあるように今回はですね、この2人プチフルっていうユニット含んでるんですけど、可愛く配信をね、世界一宇宙一可愛い配信をお送りしたいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。お願いします。そうなんですよ、まあ可愛くある上でね、まあ、常日頃可愛くあることって結構不可能じゃないですか。そう、それを叶えるために今回はお題の方を用意させていただきました。そのいくつかのお題を沿って、どちらがより可愛いのかを判定するね、配信となっております。はい。早くまあ、そう、はい、ということで、じゃあルールの方を見させていただきます。こちら、はい、こちら、アイドルとして何が何でも可愛くあるべし、い続けるべし、ノー罵声、ノー絶叫、はい、ノー下ネタ、今回はこちらの3つを守らせていただきます。はい、まあ、こんな企画しなくても、まあなんかもう答え分かってるみたいな感じしますけどね。ねえ、ほんと、ちょっと隠さないと、隠さないと。まあなんか分かりきってる、結末が分かりきってる勝負って面白くなくないですか？いいですか？勝っちゃうんですけど。いや、違う、勝っちゃうで、ね、耐えろ、足つぼ縄跳び対決。ということでですね、最初にやらせていただくのはこちらに用意しました足つぼマッサージ、これの上に乗りまして、乗った上で何回、30秒間ね、多く可愛らしく飛べた方が優秀ということで、アイドルには体力も必要ですし。でも縄跳びできないんでしょ、カタちゃん。できるよ、やってみ、ほら普通に縄跳びやってみ。怒った。あら、二重跳びしてみー。はい、カヤちゃんの挑戦です。ゴー。よいしょ。遅くない？二重跳び、二重跳びということでね。ごめん、痛い。ちょっと待って、今一歩が踏み出せない。どこら辺がいいかな。いいね。ここ痛くない。この上でジャンプだからね。あー、これさ、拷問でしょ、地獄。ちょっと待って、でもそれ企画したの君だから、ね、私じゃないからね、言っとくけど。なんか見かけていけるかなと思ったんだもん、うん、痛い。はい、というわけで一回飛んでみて、リハーサル。いくよ。片足ずつとか許さないからね。え、嘘。ジャンプだよ、ジャンプ。いったな。お、お前もやれよ。うん、分かった。やってみ、やってみ。はい。はい。ツボ取れたし。ほら、ほら、乗れるようになったよ。はい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 。あ、疲れた。乗れてるね、確かに。そう、今乗れてる。最初の頃は、いったーって言ってたもんね。そう、だからね、多分健康になったんよね。多分、ろくでもない。家で痛くないってツイートしてたやつが何言ってるんですか。ゴミみたいな生活してた割には意外と健康になったと。そう、足つぼマッサージ乗るだけで健康になるんだったら苦労しねえんだよ。あ、というわけで、じゃあ、まあ、余裕 できる。なんか二重跳び飛ぶような勢いで飛んでやりますよ。本当ですか。余裕っす。二重跳びやったら2回飛んでることになるか。なんなら、壺の上で二重跳びしますから。あ、本当に二重跳び成功したら2回換算だよ。本当に、うん、言ったね。言ったよ。よっしゃ、じゃあ行くよ。よし、じゃあお願いします。頑張れ。もう最初から急に二重跳びいけるかな。だHa ha ha ha!